漁とは、人間が様々な漁具を用いて、水産資源を捕獲する行為のことである。また、様々な漁具の種類、養蜂によって類別される漁の方法のことを漁法と言う。イサリに対して仮。なお、漁を行う行為のうち、その労働的側面に着目する場合、漁労といって区別するのが一般的である。また、趣味、娯楽として楽しむ漁の場合は、 特に遊漁といって区別する。全世界の水産物生産量推移。天然養殖。縦軸単位100万トン量の歴史的起源は古く、捕獲の対象となる生物の生態に合わせて、また時代の技術的制約のもとで様々な漁具や漁法が用いられてきた。伝統的な漁では漁具の材料に在来のものが多く、その生産性は低かったが、 漁の規模と水産資源の生態が調和し、水域の水産資源は再生産されていた。漁の規模が大きくなると、数人で共同して漁を行ったり、特に近世以降は網主が大人数を雇って漁を行うような例も現れた。漁船の動力化や合成繊維網の普及などによる生産性の向上、急速な人口増加、 漁場の広域化などの所元により、水産資源の枯渇化という懸念が生じている。そのため、漁は場所や漁具、捕獲対象によって法令で規制されていることが多い。例えば、免許を持たない者が安で一つ漁を行うのは問題ないが、同じことを水中メガネをつけて行うと漁業権を侵害したことになる。漁には様々な漁法がある。 最も素朴なものは、都市採捕、ヌードリングと呼ばれる漁具を用いずに人間が直接、素手で魚類などをつかみ取る方法である。漁具を用いる漁法では、漁獲の対象となる水生生物の生態や漁場環境、漁期などを考慮して、その漁労活動に最適の漁具を用いて、最も効率の良い漁法が選択される。以下に代表的な漁法を紹介する。 川で漁網を用いている、ヨーストロール網での漁の概念図漁具として、網を用いる漁法である。主な網漁業には、以下のようなものがある。網漁の種類など詳細については漁網を参照。一般には釣り具を用いる漁法であるが、釣竿を用いない釣り漁や、生え縄漁もこれに含まれる。主な釣り漁業には、以下のようなものがある。詳細は釣り漁を参照。 渡航や船上から特区、ハリグを用いて移動する魚類などを直接取得する漁法である。三木漁や月棒漁と呼ばれる岸辺や船上から目視して取得する方法や潜水して移動中の魚を追突する例などがある。以下のような取得具がある。タコの習性を利用したタコツボ管制漁法とは、魚類の習性を利用する、餌で誘導する、水流を利用するなど、 様々な工夫によって魚を誘い込み、何らかの仕掛け、罠によって魚を逃げられないようにする漁法である。以下のような仕掛け、漁具がある。素潜り、または潜水器具を着用して、素で、または一粒など道具を用いて、水生動物を捕獲する。ありがとうございます。